死ぬ間くん、私のこと探してるかな。一度戻った方がいいかな。でも柱の解放も急がなきゃいけないことだし。
あの子死ぬよ。よかった。あと一つね。歩みが六芒星を完成させるまで、あと少し…か…お守りなんかじゃねえ。これでずっとアーガスしてるんだよ、あゆみ。なんで気づかねえかな。さてと、それじゃあ宴の準備を始めるとするか。俺のブック・オブ・シャドウズの受け皿を仕上げないとな。ユカチ、何なのここ。サツキちゃん、私から離れちゃダメだよ。離れたらもう会えなくなっちゃう。へえ、そんなのやだよ。ユカチ、うちらずっと一緒でしょ。お待たせ、ユカちゃん。ずいぶん長いしっこだったね。何してたの？お兄ちゃんはどこですか？どうも見失ってしまったようだ。行こう、ユカちゃん。一緒にお兄ちゃんを探そう。
ゆかち、こいつ絶対怪しいよ。気を許しちゃダメだよ。大丈夫だよ、兄くんきっと見つかるって。ねえ、ここ何なわけ？どんな手品使ったの？一度気を失ったんだけど、私ら。あんたさ、うさんくさいっつうか、なんか企んでるオーラ出まくり。こんな廃校に連れ込んでひどいことする気じゃないでしょうね。ごめん、なんかエネルギー切れちゃってさ。ゆかちも食べる？うん、ゆかは大丈夫。いつも不思議に思うんだけど、どこにポテチしまってるの？あたしのスカートの中には常に各種のポテチが想定されてるのさ。おすすめは幸せのバター味。うん、おいしい。こっちに。
廃校超やばいんじゃないの？ちょっと力入れただけで崩れちゃいそうだよ。ここ相当ボロいっしょ。わかった。次へ行こうか。生きた人間だ。憎い。命が憎い。生きている。なんて憎いんだ。殺してやる。少し疲れたみたいだね。大丈夫？水でも飲むかい、ゆかちゃん。ゆか、大丈夫です。あたしもらうわ。よく飲むな。やっと口聞いたね、あたしと。ポテチで塩分取りすぎるからちゃんと水も飲めって母さんがいつもうるさくてさ。お母さん、お前の家はいい両親か？さあね、放任主義イコール自由の提供って意味ならいい親なんじゃない？捨てとけって。男だよ。つうか自分から手を出して殻を受け取ろうとするぐらいにジェントルが欲しいわね、ゆかち。聞いてなかったでしょ。
酒飲みすぎた。ダメだ、膀胱マックスだわ、ポンポンペインだわ。
女子トイレだよね。ちょっと待っててよ、私しっこ行ってくる。うん、漏れる、しっこしっこしっこ。ミストさんはどうしてここを知ってるんですか？知りたいかい？このネハンとコアの入れ物、新ブックオブシャドウズの持ち主だからさ。まだ予定だけどね。よしき！お兄ちゃん！お兄さんの声か。急いだ方が良さそうだ。ふぃー、めっちゃ出た。ディッシュ持っててよかったよ。あれ？ちょ、やめてよ。ユカチどこ？ジェーンタール。ああ、顎が割れちまったか。首も曲がってるな。まだ中学生なのに、かわいそうだな。隠しといてやるよ。今のお前は醜すぎて見るに耐えない。汚ねえ顔だ。もうお休み。どんなに生意気で無駄に抵抗する人間でも、死んでただの物体となった瞬間、静かで可愛い存在となる。お前も可愛くなれるよ。苦しいよ。ユカ。お兄ちゃん。
ミストさん。お兄ちゃんは死んだ。お兄ちゃんはね、残念ながら幸の呪いに勝てなかった。ほら、あそこを見なよ。それがお兄ちゃんだ。嘘、嘘だよ。そんなの嘘だよ。すまない、助けられなかった。最後まで君の名前を呼んでいたよ。ちなみに、さつきちゃんもいなくなったよ。俺がね、蹴り殺したんだ。ほら。階段から蹴り落としたらよ、顎がばっくり割れてさ、ヒューヒュー言ってたよ、あのあどけない中学生。これだ、これだよ。俺が求めてたのは、さすが天神小機関車、霊力のオーラが半端ねえな。どうしてこんなことするの。さあ、どうしてだろうな。ここに連れてきたのは、そうだな、お前には利用価値があるからだ。持ち出さとし、てめえの妹もらうぞ。あとは、あゆみ、お前との共同作業を残すのみだ。